じゃあ行こうか。考えたんだ。この前秋山くんが言ったこと、お前変わったなって。そういえば秋山くんを助けた時、不思議と逃げる気になんなかった。なんでだろうって考えてみたんだよ。あの時は必死だったし、あんま覚えてないんだけど、君だったらどうするか。あの時そんなこと頭に浮かんだんだ。君は鴨志田の時も、多分他の悪党にも、困ってる奴のために頑張ってるんだろ。だから俺もやんなきゃって、なんか自然とそう思えたみたい。破れかぶれだったけどね。俺さ、ずっと変わろうとしてた。冴えないいじられ役から必死に世間の注目を浴びるヒーローになろうとしてた。でも君と出会って気づいた。ヒーローは目立ってるやつのことじゃない。誰かのために戦えるやつがヒーローなんだ。きっと俺が本当に変えたかったのは、バレー部の時みたいに間違ってることを間違ってると知りながら見過ごす弱い自分、困ってるやつを見て見ぬふりする、そんな卑怯な自分だったんだ。ここだけの話、俺が変わったのって怪盗団が心を盗んだからなんだろ。え、じゃあ怪盗団は何もしてないってこと？マジか。でも俺が変われたのはやっぱり君のおかげだよ。怪盗団に君に憧れて勝手に協力者を気取ってたけど、本当に本物になれたんだな。俺は世界にとっていてもいなくても同じ空気、そう諦めてた。確かに俺に世界を変えたりはできないけど、自分を変えることはできるんだ。うつむいて何にもできないってふてくされるか、前を向いて一歩踏み出すか、自分の世界を変えるのは自分、自分の心次第なんだね。また失敗することもあるかもだけど、君がいてくれれば何度でも頑張れるよ。だからさ、こんな俺だけど、たまには君も頼ってくれよな。世間が何と言おうと絶対に応援する。君が俺を見捨てなかったようにね。我は汝、汝は我、汝ここに契りを結盟の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、月の究極なる秘宝に目覚めたり、無尽の力を汝に与えん。よし、よし。とっておきの依頼用意しとくよ。今の俺が協力できるのはまだそれくらいだけど、例のルポも少しずつ書いてるんだ。それでいつか本にするつもり。怪盗団の活動の記録、きっと読む人に勇気を与える、そんな内容になるよ。そしたらさ、俺も本を通して人の心を変えたってことになるのかな。よし、じゃあ早く書き上げないと。と、その前に腹減ったし、なんか食って帰ろうよ。
今度こそビュッフェって行きたいとこだけど、それは印税もらってからってことで楽しみにしてろよ。